アボアの娘として生まれた。二人の間の成人に達した三人の子供の二番目で、姉に、アンヌド・ボージュー、弟に、シャルル・ハッセイがいる。幼少時から、病がちで、聖母マリアを深く信仰していた。父の政治的意図から1476年に12歳で、冒険バロア・オルレアン家のオルレアン公、ルイド・バロアと結婚した。 1498年に弟シャルル8世が子供のないまま死去すると、大姉、ジャンヌを妻とするオルレアン公がルイ12世として即位した。結婚後25年経ってもルイ12世とジャンヌの間には子供がなく、ルイはシャルル8世の王妃であったアンヌ・ド・ブルターニュとの再婚を考えた。未亡人となったアンヌは以前として、 ブルターニュ公国の君主であるため、西部の幼稚を抑える政治的理由からも再婚は魅力的であった。ルイが妻の身体的理由から子供ができないため結婚は無効であると申請を出し、ローマ教皇アレクサンデル6世に1 4 9 8年に認可された。前王妃ジャンヌは王から遺留としてベリー公爵夫人の称号と公爵料をもらい、 ブールジュで死んだ。ジャンヌは、ブールジュにおいて、フランシスコ界の女子修道会である、アノンシアード女子修道会を創立した。18世紀に、ローマ教皇ベネディクトゥス14世によって副社に、20世紀に、ピウス12世によって聖者に劣せられている。ありがとうございます。